おはようございます。4月29日、モーニングショットをお届けしたいと思います。相場がめちゃくちゃになりました。160円台まで吹き上がったドル円でございます。明らかに159円のストップを引っ掛けた後、そのまま160円まで一気にストップを引っ掛けた形になりました。まあ、薄い中で投機筋が暴れまくってるといった状況でございますが、今のところ、介入は見えておりません。ドル円に関しては157円台を買いたいということで、朝方9585を買い、ストップ7の65で、利食い158円の4555でイメージをいたしましたが、まあ、なんとそこから、まあ、160円台まで跳ねてますんで、まあ、もうここからちょっと手が出ません。買うわけにもいかないし、ちょっとあまりに高すぎます。といって、下がるかどうかは分かりません。しばらくちょっと様子を見たいと思います。同様にユーロドル 1.07 の4050の売りから 1.0780 ストップで 1.06050 で利食いのイメージを作りました。まあタイドルでそのユーロドルで見ればあまり大きな動きにはなっておりません。まああまりにそのドル円並びに黒線が大きく吹き上がっているといった状況ですね。でユーロ円でございますが、これについてはもともとはまあ、差し値をしないでおしめ買いかなというふうに考えておりましたが、もう様子見になりました。まあ、作ってる最中にそのまま上171円の、まあ、36台まで跳ねてますので、もうどこが適正な水準なのかよく分かりません。これは様子見をしたいと思います。同様に、ポンド円、オージー円、ニュージー円すべて、様子見といたしました。基本は、全部推しを買うというスタンスでイメージをしておりましたけれども、ちょっとこのレベルになりますとちょっと買えないと言いますか、はっきりしたことがよく分かりません。なのでちょっとこれはもうやらないようにしたいというふうに思います。ご当局の介入がまあこれで何にも一日入らないということになれば、まあ明日介入はもう必須かなという気はしますが、こんなとこまで上げられてしまうと介入してもそんなに今度落ちないんじゃないかという気になってまいりまして、遅きに逸すると、効果がないような気がしてまいりました。まあ、日銀の金融政策決定会合で、何かしらもう少し政策を出していけば、こんなことにはならなかったのかなという気はいたしますが、いかんせん、全員が現状維持で、しかも、まあ、このぐらいの円安は大したことないというような発言が出てしまっては、さすがに海外の投機筋に全て狙われたというところではないかなと、そんなふうに思います。もうちょっと何をどうしたらいいかっていうのは難しいですけれど、まあ下がってきて158円台の、まあ前半ぐらいまで下がればまた一回買ってみようかなっていう気にはなりますが、ちょっとこの159円台いわゆる160円台は手を出さないで、買いは手を出さずに、160円台はもしかすると少額売るかもしれません。それでは、本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。大変遅くなりました。モーニングショットこれで終了です。